の目だ。見てはいけない、あの目を。面白い男だ。催眠状態から切り抜けるためにとっさに自分の目を潰すとは。悟空、風林地獄。誰だ、俺はまだ生きてるのか。確かめたいか。では両の目を開けてみるがいい。両の目か。あいにく左目は朝飯に食っちまった。いいや、君には新しい目を与えてある。さあ開けてみるがいい。なんだこれは。君の左目は各種センサーを内蔵したコンピューターの小型端末機になっている。そしてその端末機は世界各地のあらゆるコンピューターとつながっている。つまり君の見たもの聞いたものを世界中のコンピューターが分析し回答を与えてくれるんだ。また君は知りたい情報のすべてを瞬時にその左目に映し出すこともできる。そして君はその左目によって人工衛星、航空機、船舶、あらゆるものを君の意志のままに自在に操ることができる。その気になれば米ソのミサイル基地に入り込んで世界中を破滅させることすら可能なのだ。これがどういうことかわかるかね。この世界は全てコンピューターによってコントロールされている。それを君が操れるのだ。今君は世界を手に入れたのだ。何の冗談だ。それとも夢か。一体どうなってる。これは事実だ。君の左目は生まれ変わった。ふん、後でがっかりさせる気か。悪い夢だ。まあいい、どこの誰か知らんが何のため俺にそんなことをしてくれる。その答えはいずれ君自身が見つける。さあこれも君のものだ。持っていったまえ。使い方は君の左目が知っている。君のために役立ってくれるだろう。どこだ。